朝飯はいつも通りシンプルにご飯と味噌汁ですね。今日のご飯には梅干しをつけてあります。それに白菜の漬物がついてますね。梅干しをちょっとかじってしょっぱみも残ってるうちにご飯をいただきます。うまいですね。味噌汁も今日も美味しいですね。それで白菜をいただくと、ほんのちょっとでも漬物があるとやっぱ違いますね。昼飯は札幌一番味噌ラーメンで、久しぶりに男の料理ですね。ちょっと七味をかけていただきます。熱々でうまいですね。あ、やっぱこの味噌味を欲していますよね。体がうまいですね。病みつきになるうまさですね。この付け合わせの野菜はいつもつけてるサラダのサラダ菜をそのままぶっ込んでみましたね。これでも別に全然美味しかったですね。ただカロリー表示をやってみて、結構味噌とラーメンってカロリーあるんだなって思いましたね。あ、スープは残しましたけどね。それでちょっと潰れちゃったけど卵もいただきますと。卵はやっぱあった方がいいですよね。やっぱ久しぶりに札幌行くのも美味しかったです。夕飯のメインはスーパーで買ってきたお惣菜の白身魚のフライです。まずサラダからいただきます。白身魚には醤油をちょっとかけてあります。うん、やっぱ醤油ですね。僕は美味しいです。やっぱフライあんま食べなくなりましたけど、こういう油物って本当にご飯に合いますよね。一枚だけですけどご飯がすごい美味しく食べられます。でこれはアスパラの肉巻きですね。これも余り物でしたけど美味しかったです。シャキシャキで、うん、今日も一日美味しいご飯でしたね。本日も美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございます。